増山ヤ氏は大韓民国全羅北道の市。全羅北道西北部に位置し、北は近郊を隔てて中西南道論産市、不与軍、西は全羅北道軍産市、南は道金亭市、東は干州軍と接する。くだらの金花儀差の地。市街地にはところ地からただ、北部には関餅や霊山地区はただ漁に、あなり山が置かれていた。 三国統一後、白木は、高栗の暗生を宝徳国王に封じて、ここに住まわせた。慶徳王は、金馬、翌美奈越、霊寮、野山として編成した。高麗時代は野山を明山に改名し、14世紀には、金馬軍を中心に、駅州が設置され、奈越を両安に改名した。李氏朝鮮時代は1400年に、霊山形、1413年に、 増山郡軍と安越県が設置されたが、安越県はすぐに、南津、両安に戻した。植民地時代の1931年、軍の中心である駅山面が、増山由に昇格、さらに里ユーと改称された。1947年里里府に昇格し、1949年里、里市と改称した。1977年11月11日、 李里,里駅爆発事故が起こり、死者59人、負傷者1343人、被災1982世帯という大惨事となった。1995年、増山軍と合併して、増山市が新設されている。2004年に北朝鮮で発生した立川駅列車爆発事故では、市民的な救援運動が起こった。増山駅は全路線が東に、 コナン線が西に分岐する交通の要所であり、KTX を含めたすべての旅客列車が停車する。KTX で、ソウル特別市の辰山駅まで最速1時間4分、西大田駅まで約57分、高州松渚駅まで最速27分、全州駅まで約16分、冷水エキスポ駅まで約1時間34分。長江線で、天安駅へ、 約2時間20分。高速道路国道バス系工業が発達した1960年代、三番ンンウルト鉄ちゃんなどで代表された衣類産業が発達した。現在は宝石加工業と食品産業が発達する都市だ。市内の高団に宝石加工を専門でするマスヤマ宝石産業団地があって、以外マスヤマ第一から四産業団地が造成されてある。また、 大急面にフードポリスを造成しているなど、全羅北道の食品産業を代表する地域だ。特産物、増山市に本社を置く企業増山市に工場、拠点を置く、主な企業魅力寺市七世紀くだらの竹広氏が建立したとされる魅力寺石灯が残り、寺跡にいよいよ魅力寺市博物館も整備されている。さらに、熊本県の江田船山古墳との関連性が、 指摘される、副葬品を出土した5世紀のカサティエンリー古墳や1906年混流の火山天主教会、マスヤマ宝石博物館などもある。ロンサン・軍旧四国面の一部と合併。ありがとうございます。